大丈夫ミラクル1の動画だよ。はい、今日も始まりました。今日も早速撮っていきたいと思います。今日ご紹介する、オフラインで4人でできるゲームはナインパーチメントですね。読み方これで合ってるんかわかんないんですけれども、やっていきたいと思います。今日のゲームはオフラインマルチ4人でやるとめちゃくちゃ楽しいです。じゃあやっていきましょう。はい、今日のゲームなんですけれども、こちらナインパーチメント、もううさんくささ感じている人も多いかもしれないんですけど、これね、魔法使いのゲームです。魔法使いので、これね、なんかみんなわかんないかもしれないんですけど、なんとで味方の攻撃が自分にも当たるっていう絶望的なゲームなんですよ。レベルが上がってくると、どんどん魔法がね、強なっていくんですけど、でどんどん派手になったりもするのに、もう関わらずですよ。そこ死んだ、やばい。ちょっと久しぶりにやってるんで、終わった。あれ終わった何も実況もできないまま終わってしまったんですけど、なんかね、レベルっていうか、まあ上がってくるとだんだん魔法がド派手になっていくんですよ。範囲も広がって威力も高なってみたいな。がしかしですよ、さっきも言いましたように、このゲームフレンドリーファイアしてしまいます。はい、なので一人でやっても面白さは多分感じれないと思います。4人とか3人とかでやってもらったらすごくみたいな感じになるで、敵強すぎます、このゲーム。尋常じゃないぐらい強い。はい、なんでゲーム慣れてない人はちょっと軽くでやった方がいいと思いますね。はい、で今なんで急にね最初から始めたかっていうと、あれ続きからなんですけど、むずすぎました無理っす。はい、さすがに、さすがに最初の方やっていけるっしょ。ほら。で、なんか説明いろいろしてくれてるんですけど、賞味の話でしょ。読む気せえへんので、飛ばしてみましょう。いや、飛ばしていきましょう言うたけど全然飛んでないね。ほら、ワープ、それはこれ使って逃げてたような気がする。でこれ近接戦も一応あるんで、ほら見てください。これうら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 、杖で叩くっていう、そういうゲームですよ。杖じゃ、杖。ほら、行きましょう。はい。まあこれやっぱり一
一番面白いのはみんなでね遊んでる時なんで、のまあみんなでイエーイステージクリア、こんなもんですよ。僕の実力こんなもんっす。見てる方にはもう全然わかんないかもしれないですけど、はい、難しいっす。で、大体どれぐらいで面白くなりますかとか、まあ聞かれたりすることあるんですけど、まあ3時間ぐらいですね。3時間耐えてください。最初なんかね全然派手じゃないんですよ。敵も弱いし、弱いしとか言いながらね、もう追い詰められてるっていうと、これ属性悪いんかな。炎に変えました。炎やったらすぐダメージが。いやもうほんまにね強いんですよこれ、やばいほど強い。あ、回復や多分。よっしゃ、ふう、なんとかなりましたね。最初の敵からこんなもんですよ。で、何がやばいってこれ。はイージーにしたよな。あとこれ落ちてもアウトす、ここは降りれるやつだね。でこのワープで緊急回避っていうか、まずまず、まあ、1対1やったらなんとか避けれるね。1対1やったらモンハンみたいなもんだ、ね、もう速攻2対1になるっていうね。ちょっと待って、これ自分のままにやられたんちゃう。はい、全然ね面白いんですけど、難しいっすわやっぱり。うん、危な、魔法を。この何ボタンで変えるんやったか、慣れるまでにもやっぱ時間かかりますしね。まあでもその辺マルチやったらリスクも分散しますし。うえ、いけましたわ。さっきあの辺で死にましたからね一回。まあ慣れたらこんなもんすよ。よっしゃ、オーマイガー、やばい、炎の魔法使い切ったんで冷凍や。これこれこれ、砕いたったわ。はい、みたいな感じのゲームっすよ。よし、炎、とりあえず敵来たら連射。あーやばい、氷やこいつ。さっきあいつ殺さな、やばかった。ゲーやこれ、ゲーゲーいけましたわ。問題はワインのこれが、とりあえず距離を取って、危ない危ない、炎が最強っすわ、炎が。扱いやすいという意味でね。でまあ炎を強化していったら、まあそれはそれで多分積むんやろうなっていうのがすごく分かった。危ないわこれ、
ばい、とりあえずどっちか一体仕留めないと。よっしゃ、これ危ない、よし凍らせて砕く。危ない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 、いけた、いい、ギリギリギリ、はあ、よっしゃ、全然いけそう慣れてきたか、やばい、あ、分かってきた、このままこうじゃあかん、しゃあない、近接や、ほら、いや、やっぱ、ま、炎強いね、炎強いね、言うた瞬間この氷属性や、氷属性難しい難しい、おしゃれ、あぶんな、ふう、めっちゃ慣れてきたわ、これクリアできちゃう、もしかしてできちゃいそうな感じする、はい終わった、はい、というわけでこっから先は君たちの目で確かめてほしい、ではまたね、バイバイ。